ドクターシンクロンス直線フィートがスタートとなりました。オープングラップ直線フィートです。オープングラップタイムの方は6分17番フィッシュ選手が45秒1秒に、6分19番アタビ選手46秒1時間、6分10番ナチュラル選手が46秒1秒と、このパワーフィッシュグラップ先ほどから渡されていることになります。ちょっと戻ってまいりまして、2球中でして3球目を走行するということになります。2球中でして現在3球目を走行して山岡ベストオープングラップ、すぐにトップが戻ってまいりました。残り周回数は7周ということになります。さあ、今日のクラスを見守ってクラスの方にご連絡いたします。その後、続いて決勝シートを行います。マッチのビッグラスにリーマックスクラスの方はバミューヒントにて実践ヒントの準備をしてお待ちください。現在調子状況は3周中ベスト4周目を紹介して、トップダンスルに戻ってまいりました。残り周回数は6周ということになります。現在調子状況は3周中ベスト4周目を紹介しているという状態です。4周終了して5周目は走行中という状況です。5周目は走行中、次にトップ戻ってまいりました。残り周回数は5周ということになります。では山形ベストオープンクラス、山形ベストオープンクラス決勝ヒートの方が行われています。現在トップ速攻中の初戦17番鈴木選手ポルトスタッフへのスタート、ベストタイム44秒25のタイムが出ています。さて、後ろから追い上げているのは鈴木選手5番のマッサー選手です。現在トップは6周終了して7周目は走行中、6周終了して7周目は走行中、6分17番が鈴木選手、6分14番は堂島選手、6分7番の奈良選手、6分10番の松浦選手、6分9番の石川選手、そして6分5番の山川選手と続いています。
くなりますでしょうか。もしよろしく、2分目を紹介して、次の作品までとなりまして、残り1分変えないなということになります。ヤマハ風とお送りください。次の作品までとなりまして、残り1分変えないなということになります。ということになります。